皆さんこんにちは、ブロガーのかさこです。コロナによって飲食店がかなり厳しい状況に追い詰められてはいますけれども、やっぱりね、外食ってやっぱ幸せを感じるすごいいいエンターテインメントだと思うんですね。先日広島に久しぶりに行きまして、もう広島に行ったら毎回食べている美味しい、お好み焼き屋さん、広島駅にある、福ちゃんというところに行って、うどんとそば両方入れてもらうちゃんぽんというのを頼んだんですけど、本当ね、それ頼んだ時にもうなんていうか、もう幸せだなっていうか、もうこの、なんとも言えない満足感、たった1000円もしないでこの満足感を味わえるっていうのは、やっぱり外食、食ならではだと思うんですよね。で、もちろんそのコロナによってなかなかね、その大勢での会食とかは飛沫が飛ぶので感染リスクはあると思うんですけれども、ね、2、3人とか、家族単位で行くとか、また一人で行くとかっていう時に、やっぱりそのもちろん家で食事を作るとかっていうことも、それはそれでいいのかもしれませんけれども、やっぱり外食のね、その外食だからこそ出せる味、ね、外食だからこそ美味しいもの、それが、片付けも作りもせずに、ね、わずか1000円以下で食べれるって、本当ね、素晴らしい、その食って素晴らしいな、外食って素晴らしいなと思うので、もちろんね、そのコロナね、感染には気をつけなくてはいけないと思うんですけれども、そんなに感染リスクがないような、一人とか家族単位で食べるようなね、ところは、美味しい店の飲食店、外食ね、ぜひ行って、応援してあげてほしいなというふうに思います。